皆様ごきげんよう、宮田ねさです。大変長らくお待たせいたしました。本日より近代建築研究部ね、ようやく活動再開でございますけどね、前回はなぜか私がね、まあ現在でもその優美な姿を残します三越をね、観光する動画となってしまいましたけれども、こちらの三越は昭和2年頃に事実上再建された三越の姿なのです。この姿も大変荘厳で素晴らしいものでしたが、本企画は今では失われてしまったものを勝手に復元するというものでありますので、大震災前、大正時代の三越の姿を再建してまいりたいと思っております。こちらは前々回の動画でお話しさせていただいた内容にもなりますけども、大正時代の三越の復元にあたりまして深刻な問題となりましたのは、圧倒的に鮮明な写真が少ないということです。昭和初期頃になりますと割とね、鮮明な写真も多くなりまして、丈夫な写真などもね、増えてくるのに対しまして、大正時代はとにかくね、写真の枚数も少ないし不鮮明。そこで役に立ちましたのが、大変皮肉だと思いますけれども、関東大震災で被災いたしました三越の姿でした。この歴史的な写真を頼りに当時の姿を復元していきます。また建物本体だけでなく、三越玄関にあるライオン像も制作していきました。このライオン像は創業地から受け継がれております、今となっては数少ない構造物の一つとなっておりまして、ただまあ雑に作業していたところ、純一郎のパチモンみたいな姿になってしまいました。マジ純一郎。ネタでプリントしていきましたけども、使い道は皆無ですね。なんやかんやありまして、それなりに復元。正直いくら光造形の 3D プリンターでもこの精度を出すことは難しいんじゃないかなとは思いますね。はい、ということでバーチャル調で復元いたしましたのがこちらの三越の異様。イメージといたしましては、大正2桁いくかいかないくらいの三越でございまして、開業当時と比べますと、増築されまして、2つの塔が建っていることが大きな違いとなっております。わずか数年でここまで大きくなってしまいました。まあ、それだけ百貨店文化は人気を博し、当時の人々の憧れの場所となってきたというわけでありますね。そんな時代に生まれたのが、まあ、三越といえばと言っていいでしょうかね。まあ、こちらの言葉。今日は帝劇、明日は三越。こういったキャッチフレーズやポスターといった新しい宣伝の方式も用いられ、店内はますます拡大していきました。そしてもはやおなじみかもしれませんけれども、こちらのカチューシャの女の子ですね。当時の流行歌といえば、まさにこの流行歌の語源ともなりましたカチューシャの歌ですけれども、おそらくその流行りに沿ったイラストを採用したのではないかなと思いますね。で、これね、何かに似てるなと思っていたんですけども、分かりましたよね。目が死んでいる以外はハルヒさんですよね。我が研究所ではこれを大正時代のハルヒとして認定。この人の不幸を嘲笑うかのような三月のハルヒもついでといっては何でありますけれども、復元していきました。用途は全く不明なので、どうしましょうかね。まあ、近くの中学校の校庭にでも置いとこうかな。さて、肝心の三越日本橋店は当時の優美の姿を見事に再現かどうか分かりませんけれども、一発造形に成功いたしました。ただ人間というのは欲深い生き物でございまして、我が研究所最高の精度を誇るソニックミニオン系で造形を行うという判断が悲劇へとつながってまいります。この 3D プリンターでプリントしたところ、割とすんなりと成功。あとは水道で洗いまして、スクレーバーで造形物を引き剥がしていきますけれども、こちらの造形物には大きな問題がございました。机切ったね。それがこの謎の積層のズレが発生。この問題はとても深刻でございまして、次々に三越のカバデの山を築くことになってしまいました。Z 構成をやり直したり、プリンタの印刷速度を下げたり、いろいろ試しましたけども、結局積層のズレが解消することはありませんでした。そこでダメ元で傾けて印刷を行ったところ、これで成功してしまいました。何なんでしょうね。未だに原因はつかめておりませんが、とりあえず計画を前に進めることにいたします。この傾け戦法はなかなか扱いが難しいところです。いざプリントを行ってみますと、確かに成功はしているものの、地面との接地面によれが発生してしまっているのがわかります。これではダメですので、もうゴミです。最終製版としては大幅にデータの変更を行うことにいたしました。
まずは神社を追加。これは造形の成功とはあまり関係が全くありませんけれども、三越には創業時から屋上に神社があったそうなので、これを追加してまいりました。ね、まあそのためにね、傾けてプリントを行うということを前提にして、サポート材のさらにそのサポートを追加していきました。これは制作の効率化を目指したものですが、自動サポートですとどうしてもサポートをつけるムラが生じてしまいます。またレジンの厚さがない箇所はサポートが貫通してしまうため、最初から自分でサポートのある地点をモデリングしてしまうという作戦です。ただこのやり方まだ試行段階ですので、質ボックスにはサポートの入り具合をね、設定する項目もありますので、このあたりを調整しても同様な結果が得られるかもしれません。またそれに伴いまして、重量の軽減のために中を大きくくり抜きました。これによってレジンの大幅な節約に表向きは成功しております。しかしこのやり方、レジンのカビの厚みが確保できなかったのか、大きな亀裂を発生させる結果となってしまいました。震災の被害を受けた三越ではございません。モデリングを微調整し、十分な壁の厚さを持たせて造形したのがこちらの三越。造形もうまくいったように見えますし、途中までね、塗装もしていたんですけれども、壁が反ってしまっております。なんかこう微妙に歪んでますよね。完全な違法建築となっておりますよね。これもレジンの厚みが足りなかった可能性が高いですけれども、なんかもうここまでいきますと中空処理なんてしなくて普通に造形した方がいいなというふうに思ってきてしまいました。結局散々苦労を重ねて底面のみのポリゴンを復活させて傾けて造形を行ったのがこちらの三越でございます。ご覧くださいませ。これです。はい、こちら、これが今回ようやく造形できた、三越の1000分の1のサイズですかね。使いこなせれば最強の精度が出せるソニックミニオン系ですが、まあ私も言うてね、まだまだなところがかなりありますのでね、完璧に使いこなせていないのが現状でございます。これはフローゼン社の水洗いレジンかな。はい、なんとかできております。はい、こんな感じね。あ、これな、これ穴こうなってますね。そう、レジンがね、あ、待って、大丈夫これ大丈夫かな。はい、まあいいや。で、これを今から硬化しようかな。ちょっとこれ正直申し上げましたね。これも実はなんかね、被災した感がある三越と三越なんですよね。中空処理を行いましたので、レジン抜けの穴を作ったんですけれども、さすがに一つでは足りずに、底の面をドリルで穴を開けまして、レジンを吐き出すという荒治療を行いました。これ大丈夫ですかね。これ硬化して進化割れないかな。ね、大丈夫。よいしょ、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 はい。ね、やっていきますね、ちょっとね。そして、この、大三越できてませんでしたけど。はい、大三越さんですね。でっこ。このでかさの違いを見てください、ほら。大三越。600分の1スケールでーす。垂れてる。ちょっとやばい色が。大三越。失敗。これ1個ね、200g くらいかな。200ちょいくらい。これね、200ちょいなんで、ね、1回1000円くらいかかってんの。これ、1回1000円なの、これ。マジで。これ赤字になるよ、私のチャンネルもまた。これは、今回テストで作りました600分の1スケールの大三越です。安定の失敗。1回につき1000円が消えていくので、まさに財政破綻不可避でございます。子供の X を買ったことで、どんどん不幸になっていくような未来が見えてきました。先月購入いたしましたウォッシュ&キュアを使って UV 硬化してまいりますけども、この機種はね、洗浄にはあまり使えないと思いますけども、硬化作業にはなかなかいいんじゃないかと思います。まあ、1万いくらの価値はね、あんまりないかなという感じはしますけどね。何も参考にならないと思いますけども、三越の銅像も置いときます。ここまでいけば、あとは塗装だけと思ったんですけども、今回は塗装にも失敗しまくってしまいました。いつものような形で、ラッカー系でベースを塗っていきまして、細かい部分はエナメル塗料で塗っていったんですけれども、ちょっとですね、エナメル塗料をね、だいぶこぼしてしまいまして、やっぱりなんか、被災した三越になってしまった感が出てしまいましたね。
結局この失敗をカバーすることはできずに、一度洗浄液で塗料を洗い落としまして、リペイントを行うことにいたしました。塗装をやり直しです。今回の墨入れ作業は慎重に行いましたけども、やっぱりね、白い色に黒いエナメル塗料ですと、綿棒でも汚しを除去しきれないんですよね。とにかく大正時代の三越、窓がたくさんあります。これ一個一個にエナメル塗料を垂らしていく作業は、それはそれは大変でございました。ただ、墨入れの甲斐がありまして、よく見てあげますと、三越呉服店というね、この小さなフォントの部分もしっかりと造形されていることが確認できましたので、まあ、苦労した甲斐があったかなと思います。というわけで、以上で全ての工程が終わりでございますので、大正地帯の三越の姿をご覧くださいませ。こちらが大正10年頃の三越の姿でございます。完成当時、スエズ以降最大の建築と言われ、当時の日本の建築技術の粋を結集して建築されました。今から100年も前に、日本初であるエスカレーター、豪華な内装やエアコンといったように、当時の最新技術を惜しみもなく投入して作られました。外見はルネサンス様式の白亜の建物で、当時の日本橋の街の姿を一変させました。それ以外にも商品を陳列するという現在の小売にもつながる方式の導入や百貨店と国内工場が組むことにより海外製に負けない品質の石鹸や化粧品といった民生品が日用品が生まれることになりました。しかし大正12年関東大震災で三越日本橋店も被災いたしまして建物も大破。被災した後は仮店舗での出店を余儀なくされましたが、昭和2年には建物も再建されまして、見事に復活を遂げることになりました。その後、昭和10年頃には大規模な増築が行われ、ほぼ現在の姿と同じような状態となったそうです。この時代、百貨店は急激に大衆化し、特に東京駅は松坂や白木屋といったデパートに向かう無料送迎バスで、花園のようだったと言われております。ここでは昭和10年頃の三越のチラシにあります一文をね、読みたいと思います。三越は百貨店でございますから、呉服物、雑貨類をはじめ、季節向きの品々が充実して、日常生活にご必要な品は大抵取り揃えております。何と申しても、季節向きの流行品やご家庭向きの実用品は、流行の中心にある東京からお求め遊ばすに限ります。東京でも三越の品ならば一番安心で値段も一番低廉でございます。何卒ご用命のほど願い上げますと書かれておりますね。あとはですね、お手紙でご注文の際は何卒通信販売係へお願いいたします。お申し込み次第カタログ無題申呈とあります。驚くべきことに三越は昭和10年には現在の通販にもつながる商法を始めていたようです。無料でカタログももらえたり、品質の良さと安さをアピールしていたり、この1枚のチラシだけでも百貨店が大衆化した様子や華やかな昭和モダンの時代が伝わってきます。しかし、最盛期を迎えた戦前のデパート文化は長くは続きませんでした。戦争が激化いたしますと次第に日本は統制経済へ移行、自由な商いは制限されていきまして、営業時間の自粛や営業の停止、大戦後半には物資不足により空いたスペースには様々なプロパガンダポスターが展示されていたと言われております。そんな苦しい事態を乗り越えまして、戦後の復興期にはデパート文化も復活を遂げまして、現在も三越日本橋店は建物は現存、国の重要文化財に指定されるなど、戦前そして戦後と続く華やかな百貨店文化を今に伝えております。ということで、まあ、ちょっとね、今回は失敗がかなり多かったんですけれども、これにて三越ね、復元完了でございます。大三越については、まあ、作るといたしましたらね、期間を空けて作ろうかなと思います。
ということで、我がチャンネルでは近代建築などね、歴史的な建物をこれからも復元してまいりたいと思っておりますので、こういった分野に興味がございましたら、ぜひ我がチャンネルを登録していただけますととても嬉しく思います。それではまた皆様、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。